桜のつぼみが膨らんできた珠洲市の松蔭小学校では、新入生入場。上級生たちに見守られながら、少し緊張した面持ちで入場したのは2人の新1年生です。パトパさん、はい。みなぐち、はなこさん、はい。全校児童の半数ほどが市外への避難を余儀なくされている中、学校に迎えた新しい仲間。三野仁志校長は、未来は今始まったばかりです。今日より明日必ず良くなります。そういう未来を信じて。教室で2人が真新しいランドセル姿を見せてくれました。国語頑張りたい。体育やってみたい。体いっぱい動かす。学校生活への期待に胸を膨らませていました。一方、珠洲市の中学校でも、今日行われた緑ヶ丘中学校の入学式には、新1年生28人が出席しました。こちらの中学校では、現在体育館が避難所となっているため、入学の日を迎えるにあたって、市のホールが用意されました。中学校で頑張りたいことは、中学生活への友達を作ることが、まず一番。地震が起きる前と随分変わって、トイレもお風呂も大変だけど、地震が起きる前と同じように仲のいい学級にできたら嬉しいです。小学校の時は部活を相撲をやっていたんですけど、次新しい陸上っていう部活をやってみようかなと思っていて、それがとても楽しみです。体を思いっきり動かせる競技をやってみたいなと思ったので陸上にしました。児童生徒たちにとっては希望に満ちた春の訪れです。